慶東山は早知音の前面に立てる春宝なり麓の里にてはまた前役史ともいう天狗すめりとて早知音に登る者も,も決してこの山はかけず山口の羽人という家の主人佐々木氏の祖父と筑波の友なり極めて無法者にて正刈りにて草を刈り 鎌にて土を掘るなど、若き時は乱暴の振る舞いのみ大狩りし人なり。ある時人と賭けをして、一人にて前役史に登りたり、帰りての物語に曰く、頂上に大なる岩あり、その岩の上に大男三人いたり、前にあまたの金銀を広げたり、 この男の近夜を見て、景色ばみて振り返る。その目の光、極めて恐ろし。早ちねに上りたるが、道に迷いて来たるなりといえば、しからば、送りてやるべしとて先に立ち、ふもと近きところまで来たり、目を塞げというままに、暫時、そこに立ちておる間に、たちまち偉人は見えずなりたりという。